おはようございます。ベテランチでーンなーす。ということでね、えー、今日なんですけど、話がうまいやつの特徴を参選と申しまして、あのー、話がうまあ上手いですねみたいなコメントでちょいちょい来るんですよね。まあ、YouTube 一番最初に始めたときからまあ2年ぐらいですけど、なんか最初の頃は別に話がうまいと思ってなくて、そんなに自分のことを。で、まあ、普通だろうというふうに思ってて、でもなんか、まあ、 そそそれこそなんかその東大理さんとか言ってるから話がうまく見えるだけなんちゃうぐらいに思ったんですけどなんか最近徐々に何をもって話が上手いって言われてるのかが分かってきたというかなんか自分の話以外の話を編集するようになってまあそれこそ他の友達とか後輩とかに出てもらったらまあ動画を編集するわけなんですけどまあ例えばあの僕の動画で最近よく出てるね愚かな四郎こと夏みとくんはですね あるいは他の人の動画とか配信とか見てたらこいつ話上手くないなみたいなっていう時にまあ何をもって話が下手とうまいを分けてるのかっていうのが分かるようになってきてな僕前々から思ってるんですけどうまいことって言語化しづらいんですけど下手なことってやっぱ言語化しやすくてその失敗ってやっぱパターンが限られてるので。 その人特有の成功っていうのは結構再現しにくいことが多いんですけどとりあえず話が下手にならないっていう特徴を3つ紹介したいと思います、えー、まず1つ目、えー、これはですね、えー、視聴者っていうか聞いてる人が知らないような固有名詞や略称を言わないこれですねあのよくあるんですけど例えば、えー、僕と誰かが喋ってるっていう時に この誰かがここでは通じるけど視聴者には通じてないようなことを言うとかあまあ動画で例えるのが分かりづらかったら友達例えばじゃあ4人で話してて俺とこいつの間では伝わってるけどこいつとこいつには伝わらへんようなことを言うとかでそういうことをする人はやっぱり話うまくないというかまあなんでしょうね例えばお笑い芸人が、まあ、エピソードトークしてますってなった時に。 話うまい人って絶対視聴者が分からんような人が出てきたら何とかっていうやつがおってねとかまず補足説明がちゃんとできるんですけど意外と普通の人ってそういう話をするときにそこの説明ができてないっていうかまあそれつまりその聞いてる人と自分との間の情報量の差が把握できてないということなんですけどなんかその話がうまいってまず何かっていうとそのまあ普通。 にイメージされるのって、まあ、めっちゃ面白い言い回しが言える芸人さんとかあるいはそのすごい演技が上手い落語家さんとかっていうのをイメージしがちなんですけどまずそれ以前にこうちゃんとその人の話をその人の立場になって没入できるかっていうのが一番大事だなと思ってその人がどういう感情でどういう状態にあってでどういう経験をしてどういうふうに面白かったかっていう。 でそれに没入するためにはその人が知ってるけど自分は知らないことっていうのをちゃんとこう説明してもらう必要があってだ僕だったら例えば離散に行ってる人の話をするんだったら離散、まあ、行ってる人って普通はこうこうこうでこう,こうこういうもんなんですけどこういうことがあって面白かったですみたいなそこの前提の知識さっていうのをこう認識できてる人でそれが特徴としては固有名詞を使う使わないとか略称を使う使わないなんですけど 最終的にはそこの感覚というか、ここの感覚が優れてないと、まあ、一個一個の与える情報に、こう、誤差が出てしまって、伝わりづらい話になっちゃうよ。っていうのがまず一つねこういう名詞を使わない。使わないていうか、無駄に使わない。はい。相手が知らないような内輪の情報を言うときはちゃんと説明できる。これが話うまい人の一つ目の特徴ですと。はい。で、二つ目の話うまい人の特徴なんですけど、えー、あれですね。えー 間が使えるというところです。まあこれなんですけど、間が使えるって、まあ、普通に考えたらそれはまあ、なんていうか、面白い人は間が上手いっていうのは当たり前で、それがなんで、こう、何をもってその、間が上手いっていうことになるのかっていうのがわかんないと思うんですけど、あの、これも結局感覚になっちゃうんですけど、相手が自分の立場だった時に、どれぐらいその自分の感情を 感情を考えたときに、ここで、どれぐらいびっくりする情報が来るからどれぐらい間がいるっていう。だから、オチを言うときは間がいるし、面白いこと言うときは間がいるんですよね。な、なんだろう。結局、そのスムーズに没入感を与えるためには、こう、人間が摂取できる情報量に合わせて、こう、説明していって、面白いことを言ってっていう必要があるんで、であの、面白い、大きい情報を言うときのために間があると。だから、何もないときに、 この間ね、学校行っててね、授業を受けてたんですよって言われてもこれ面白くないじゃないですか。入ってくるから。それがその、この間学校行ってたらね、グラウンドにね、ライオン出てねって言われたら、その準備期間のおかげでそのライオンが大きく入ってくるというか、っていうのがまあ大事なところです。これはやっぱり、 まあこれ一番多分難しいと思うんですけど、感情、相手の感情と自分の感情がどれぐらいこう一体化してるかっていうのを察しながら、そこでこう、どのタイミングで待てばいいのかっていう。はい。で、もう一つ、はい。今のがえ二つ目の特徴の間が使えるっていうところですね。で、話上手い人の特徴三つ目が、え脱線するべきところで脱線して、脱線しない方がいいところで脱線しないと。 まあこれ1個目にも近いんですけどこれも結局そのどういう情報まあだから本筋があるじゃないですかお話をするってなったらでたまにその本筋からどんどんそれでって何の話してたか分からんやつとかいるんですよ忘れちゃうやつとかそれって要は頭の中で話の内容が構成できてないというかある程度こうこういうところで始まってこういうところで終わるって分かってたらここに対してこう彩りになる脱線はした方がいいし あるいはそれ関係ない脱線なんだったらしない方がいいっていうの,のの判断を瞬時にしないといけないわけですよね。例えば学校の友達がいてね、みたいな。っていう話で学校の友達こいつはもともと高校こういうところもあるお茶目なやつでねっていう脱線だったらプラスになるときもあるかもしれないけどそれない方が短くて面白い話になるかもしれないし聞きやすいかもしれないっていう判断をまあ普段の人間の会話ってまあ瞬時にやってるんで話ってそこを 瞬時に判断できるようにする。っていうためには、やっぱり感覚で、このスタート地点とゴール地点が見えてて、で、それに向かっているかいらんかを判断するっていうのを、まあ、癖づけていく。まあ、僕の好きなね、プロ棋士加藤一二三さんの言葉で、直感性読っていう言葉がありますけど、まあ、なんせその、将棋の手でも、最初に直感でなんとなく見えたところ以外の手は、ほとんど指しづらいと。パッと、ここにこの手を、ここに歩を打とうとか。 この銀をこう下がろうとかっていうのが最初に見えないことにはなかなか考えても新しくその編み出せないと。っていうところでまあ最終的にじゃあ何かっていうと今話した3点っていうのはまあ感覚なんですよね。1個目だったら相手と自分の情報の差とか2個目だったらその相手の感情と自分の感情がどれぐらい一致してて自分の感情に対してどういう間を取ればいいのかとか3つ目だったらどういう情報を追加したら今自分が話してる情報の深みが出るのかみたいな。 彩りを持ってその自分が話してる状況をイメージしてもらえるのかっていう感覚なんですけどそれをまあ時々こう意識して自分の話って今こうなってるなとか今の話はこうだったなとか今の友達のこの話はこうこうこうだったなみたいなのを、まあ、たまにでいいので思うようにするとまあその声読それが精読に当たりますよねそうするとまあそれが直感にも入ってくるという。 そうやって自分で言語化していろいろ考えた経験が無意識に自分の頭にインプットされて、まあ、直感的に面白い話とか分かりやすい話ができるようになるっていうところが、まあ、人間あるんじゃないかなと思いますんで、はい、まあ機会があれば是非意識してみてくださいではさようなら